仙台育英の好投手佐藤瀬那からこの回2点を奪います。勢いが止まらない東海大相模、3回は3番杉崎、4番豊田、5番6番キャプテン、4連打で2点を追加、4対0と引き離します。左右2人のピッチャーを軸に勝ち上がってきた東海大相模、今日は背番号1の小笠原に託されました。小笠原は三振してもいいぐらいの甘い球来たら振っていくって気持ちで初球でした。よく最後まで、しつこく諦めずに粘り強くここまで来てくれた、もう感謝の一言です。ありがとうと言いたいです。それでは東海大相模の選手たちに秀樹アナウンサーが伺います。では優勝した東海大学相模高校の皆さん、今日は門馬監督、小笠原投手、そして吉田投手、杉崎選手、そしてキャプテンの長倉選手にお越しいただきました。優勝おめでとうございます。ではまずは小笠原投手からお話伺っていきます。161球の今日先頭でした。どうでしたか。粘り切れたんでよかったな。ピッチングももちろんなんですが、9回のホームラン、そうですね、
自分でもびっくりします。確かに。感触という意味ではホームランの後に監督からの熱い抱擁がありましたけど、その感触はどうでしたか。監督の試合後のインタビューでずっと抱きしめていたかったという言葉もありましたけど、自分もできればずっと抱きしめてほしいです。ありがとうございます。さあお隣には吉田投手です。小笠原投手と2人でこの夏投げ抜いてきたわけですけれども、どんな夏でしたか。いや本当にすごくいい夏。お互いはお互いのことどんな風に思ってるんですか。吉田投手は小笠原どんな風に。いやもう本当に日本チャンピオンどうですか。自分は本当に信頼できるピッチャーと思います。はい、ありがとうございます。そして、杉崎選手です。今日も3安打先制点を含めてですけれども大活躍でした。秋負けてすごい悔しい思いで1年間やってきたので、悔しさから主任も結果が自分からがあったと思うんですけど、そういうのはご自身でも意識されてたんですか。はい、監督さんにもどんどん振っていけって言われているので、しっかり全員が、アグレッシブに進めた結果が、今日の勝利につながったと思います。本当に思います。ありがとうございます。そしてキャプテンの長倉選手です。チームこの夏を一夏戦ってきて、新たなチームだというふうにキャプテンとして感じていらっしゃいますか。思いますですけど、去年の夏の甲子園で本当に悔しい思いをして、そこから、その悔しさから這い上がってきたチームだと思うので、その悔しさを本当にこう甲子園の舞台で話して本当に良かったと思います。優勝できた理由、もちろんいろいろあると思うんですけれども、あえて言うとしたら何を頑張ってきたことだというふうに感じていらっしゃいますか。小笠原吉田